まるで世界の秘密そのものみたいに彼女は見える。じゃあまた会うかもね。もしかしたら雨が降ったら。あの人にとって15の俺はきっとただのガキだということ。27歳の私は15歳の頃の私より少しも賢くない。あんたは一生ずっとそうやって大事な言葉は絶対に言わないで、自分は関係ないって顔してずっと一人で生きてくんだ。土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、しぶき上げる君が消えてく。路地裏では朝が早いから、あの人がたくさん歩きたくなるような靴を作ろうと、そう決めた。